はい、どうもこんにちは。この部屋の後ろなんですけれども、一応こういうふうに全面がちょっとなんか森みたいにすごい草が生い茂ってるんですね。なんで多分ちょっと湿気たまる原因が多分この草とかにもあるんじゃないかなって思いまして、でちょっと草刈りたいなと思って草刈り機買ってしまいました。で草刈り機でちょっとここ全部刈っていこうと思います。そうすればなんかちょっとある程度風通しが良くなってちょっと湿気もなくなるかなと思うのでちょっとやってみたいと思います。はい、とりあえずここのちょっと周りが森で隠れてたんですけど、こう北と西が全部壁になってるんですね。土壁みたいになってて、でそこ以外の平らな部分は家の後ろのところはちょっと大体刈り終わったんですけど、で問題はここですね。この崖の上になってるところが結局多分ここが全部こんな生い茂ってるんで風通しも悪いし湿気もたまるんだと思うんで、ここも切っていきたいと思うんですが、はい、思います。
とりあえず、なんとなく草刈った形です。でここにはしごかけて上に登ってちょっと草刈りこっちの方やっていければと思ってます。はいはい、はしごをかけてちょっと登ってみたら大丈夫そうなんで、ちょっと不安定なんですけど、登れないことはないんで、まあここを足がかりにちょっとここら辺どんどん草刈っていこうと思うんですけど、でちょっと見てたら、ここ見てみてください。これです。ここになんか蜂の巣があるんですよね。まあ多分なんかアシナガバチとかそういう系なんですけど、ちょっとこの木、植木に関してはちょっとアナフィラキシーショックとかになりたくないんで、ちょっと避けて草刈りしていこうと思います。はい。